届いたよ。見て見て。これ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 。見て見て。見てる？はい、こちら届きました。こんな感じで。はい。こちらです。届きました。インスタ360。360? インスタ360 1X2 はい、届きました。タカちゃん届いたよ。はい、ということで早速開封していきましょう。よいしょよいしょ。はい、出た。こちら、あ、こんな感じですね。で、今回このインスタ360 1X2 を購入した理由というのはですね、実はこれまではこの GoPro の7で2人の映像だとか、あとピちゃんの映像、ワンコたちの映像を撮ってきたわけなんですけれど、なんかね、たまに取りこぼれっていうか、なんて言えばいいかな、あのここを撮っておきたかったんだけれど、あ、ちょっと忘れちゃったみたいなことが起きてたんですね。で、それで、あのもし360度カメラだったらもう少し、まあ、いろんなね、あの方向が撮れるということなので、取りこぼれとかも少ないかなと思って購入してみました。それとかなりアプリが優秀ということもあって、 AI でね、あの検出してくれて、それであの編集してくれるとか、そういったなんか結構面白いものができる、映像ができるということなので、ちょっと購入してみました。売りはこの自撮り棒で撮った棒が消えるっていうところが、それが一番の売りなんですって。だからこう、これ自撮り棒なんですけど、この棒で撮っていると普段はこれが映ってしまうはずなんですが、アプリでこの棒を消すことができる。消すんだって、消せるんだって。はい。で、これね、どんな風に消してくれるのかとか、その辺も面白いなと思って購入しました。あと一つ、レンズがこういう風にちょっとこう出てるタイプ、横から見るとわかるかな、こうやって出てるタイプなので、レンズガードも必要だということで、セットで他にもレンズキャップ、付属品としてはレンズキャップ、あとね、もう一個このね、マウントも購入してみました。モーターサイクルマウント、いや別に自転車乗るわけではないし、バイク乗るわけではないんですが、ちょっとねやってみたいことがあって、こちら購入してみました。ちょっとじゃあ初めにこのレンズガードだけつけとこうね。これを剥がして、剥がすじゃん、剥がしました。で、これをここの穴に合わせる、合わせて両面粘着テープを内側の縁に、あ、もうついてんだよね、ついてるから、あ、カタカタいいんだ、これ普通に取って剥がして、で、この穴に膜を合うように取り付ければ OK です。15秒だって、確実に粘着するまで15秒します。1、2、3、4、押しました。ついたよ。ふい、え、なんかできた。で、これで合体パック、お、完成。あとは実際にこれを撮ってみたいと思います。やってみよう、やってみよう、やってみよう。